どうぞ。ちょっと重いかなぁ。こんなもんか、雨だし。ここ狭いな。狭いよ。バンカーがあるから狭くなってる。来たぞ、この、おい、こき替え機能を追加したトラック。こき替え、おき替えタイム。おしゃれな装備でアーセナルね、出るでしょ、近づいたらアーセナルで、うん、もっとでかく出してほしいんだけどね。で、おおおしゃれに気を使ってくれ、これで任せろ、差をつけてくれ。いや、あいつか、あいつと人が着替えてるとこも見れるんだな、これ。そう、頭をこれでいいな、こいつは。これ、しまった。横向いてこうアーセナに入るべきだった。正面が見えねえ。そしたら、マウスでのくるくるで後ろとか見えるよ。いや、トラック邪魔なの。トラックが邪魔。下一旦抜けてもう一回入ればいいよ。2回目は早いから。あ、ちょっと見た。これがいい。ちょっと不自由なんだけどね。影が邪魔だな。見えねえ。これでいいや。どれにしようかな。なんかこれだと、気のいいおっさんみたいなね。これちょっとおかしいよな、これ。なんか民間人のおっさんみたいだな。このバラクラバの上からこれかけつけるの。あ、それね。バンダナ。近い。おかしいな。チェストも選ばなきゃいけないな。これでいいか。これでしょ。で、あ、これできた。双眼鏡取ったよ、ちゃんと。取ったよ。取った。10何にしようかな。10何にした？まだ決めてない。重さが出るから気をつけてよ、これ。下にウエイトっていうのあるから、あんまり重いの持ったらすぐ疲れるから、重いの持つならどっちも重いやつ持った方がいいかもしれない。かなりペナルティあるんだよ、この重い銃。ハルにするか。ハルの分隊士火器支援バージョンにしよう。ハンドガンも再発スキルボタンになってるからね。ショットガンでいくか、ショットガン。で、ちゃんとチェストリーグに弾入れるの忘れずに。 D3 でいいや。シューダウンとかも追加できるからね。アイコンついてるか分かるでしょ。ん？シリューダウンのアイコン、チェストリーグ選んでシューダウンのアイコンとかクリックして、あーあるあるある。弾をついてる。いい具合にはない。ちょっと分かりにくいっちゃえば分かりにくいんだけど、もう他のスクリプトはメンテナンスがもう嫌だ、めんどくさいから。もうなかなかいいと思うけど。うん。で、決まったら、この、セーブっていうところあるやん。これセーブしたら保存されるからね。ああ。同じミッションやったらまたインポって呼び込めるから。あとは、ベストにもなんか入るよね、確か。うん、で、バックも。入ってたわ。サッチルチャージとか入れたり。バッグ持ってない。あとはリュックサックじゃない？ S マン持ってかないの、うん、これでいいか。
S1 持っていかないのか。いいか。重いな。S も重いんだよ。すぐ疲れちゃうからね。やめてもいいよ、もちろん。これじゃ、このバッグじゃダメだな。よし、できた。これでいいや。これだったら持てるな。すぐ疲れるからね、そうそういうやつは。しゃがみながら移動しなくちゃいけなくなって、しんどくなってしまう。すぐハーハー言っちゃうから。福間だね、悩んでんのか。これでいいや。普通だね、でも。これでなんだっけ、セーブだっけ。うん、セーブするとセーブされる、そのセットで。僕はそこをいじらなきゃいけない。僕はそのアーセナルのリストをいじるとできなくなるけど。もうでももういじらない。これできたら、うん、何やればいいんだよ。クローズかよ。うん、エスケープボタンで抜けてもいいよ。エスマグロだ。これ弾詰め込めとかないとね。さすがに弾を込めた後のエスマは再現されてないな。後ろにちょっと出るんだけど、あの弾薬等がプラスチックでできた筒が出るんだけど、後ろにどっちから行くんだ。あのあれ行こうぜ。道路から僕から当てるつもりなのか。一回試してみないとね、こっから当たるかどうか。いるな。おお。当たるか。失敗する気がするぞ。後ろいないよね。いない。避けて避けてるよ。着弾すごい前だぞ。でも工事現場で命中したぞ。全然違うところに。ちょっと相当前に落ちた今の。かなり上を狙ったんだけどな。半分ぐらいの到達距離しか出なかったの。あのどこに当たったの一体。工事現場のトラックにさえ届かなくて、工事現場の土管出てるやん、埋まってんの。あそこに当たった。やっぱりあのあれって必要だよ。あのうん、多分ね。ポツンってやつ。パツン。ライフルだ。パツンってやつ。パツンってなったら、ね、全然ダメだよ。こっから撃ち合ったら当てられねえな。あれは今のでコンバットになったぞ、兵士が。うん、音でどうせ戦うんだ。普通になったぞ今ので。どうせ戦うんだけど警戒されてしまったじゃないか。どこ行っちゃった。こっちだ。もういいの。ん？いっちゃう。もう一回撃たないの。弾ねえよ。だってちょっともう取ってくるよ。じゃあ一発しか持ってきてないの。うん、重いからさ。まあまあいいや。じゃあもう S マンほかしたいんじゃないの。もうそう、うん、ああそうしようね。発射と A さんの弾持ってきてくれよ今度。
これ捨てちゃうから。重い。なんという格好悪さだ。当てられなくて取りに行くっていうのおかしい気がするけど。落とした。あ、取りに行ったの。取りに行けっていうか取りに行ったよ。いや、今じゃなくてさ、どうせ死ぬから。どうしんとか言うんだよ。ああ、これ。これいいね、この。でもこれバック。あそこ、これ捨てると取れないんだな。また捨てると取れないね。あ、いや、あれ取れねえな。置いてきちゃったよ。一回取るか。一回取って、背負ってるじゃないか、ちゃんと後ろに。いや、今背負ったんだよ。なかなか面白い絵が撮れないな。2個しか持てねえな。持てないよ、多分重いもん。ベイさん持ったか。え、そしてこれ持ってから捨てればいいんじゃないか、これ地面に。そうだね。あ、でも どの道重いっていうか、あれなんだ、あのバックに入んないんだよね。お、それはないだろう。そりゃそうだろ、あんなに暴れたんだから。撃ってこない、おかしいよ。危ない危ない。どこにいるんだ敵は。あの道側から撃たれて、正面トラックの側がそっちのそっちのそっちの当てられてる。移動した方がいいんじゃない。もう、あ、来た来た。倒した。どうしたか。もっと来てるんじゃねえの、まあ、来てる。いたいたいた。これ最悪のパターンじゃねえこれ。あんまりこのブルートラックから撃ちたくないんだけどね。こっちもそこから入っちゃう。解除した？うん。もう来てないかな。わからない。もうちょっと見た方がいいね。いないっぽいな。とりあえず今のところ。うん、これ大騒ぎしてこっちにお湯を捨て倒した方がいいんじゃないの？もしかしたら。それです。勝てるならいいけど。おびき寄せて勝てたためしなんてないよ。うん。向こうのが血のりあるのに。大体勝てた試しがねえよ。そんなことないだろ。あんな敵弾頭撃ってのんびりしてたらそれは敵も来るだろう。たまにやつ持ってきたからさっきの日じゃねえぞ今度。そんなぬるいゲームじゃないんだから。俺を怒らせたらどうなるか思い知らせてやる。どうなるんだよ。ねえ、敵いねえ。あ、手前にいたやつが出てきたんじゃないこれ。そうかもしれないね。お、危ない。危ない。どこからだ。なんか内側っぽいね。なんかどこにいるか分かんないけど応射しよう。あ、なんかグレードランチャーとちゃんと撃ってきてる。じゃあ俺がエスマーを
あ、いた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 。そこの青い柵のとこにいる。青い柵？あの、向こう側のあの、この道。同じとこから頭出さないほうがいいんじゃない？もう。あ、やられた。これなんかあのアイアンサイトちっちゃくてよく見えないね、敵が。っていうか、リバイブだ。リバイブできるのだいぶぬるゲーになるな。あ、死んでた。死んでた。誰が殺したんだ、あれ。あそこの緑の柵のとこに人倒れてるんだ。今撃たれた？撃たれてない。もう確認できないけど。ん？ここからこっちから見えるよ。こっち。そこからだと見えないよ。いるよ、もう3人いるぞ。バリケードの向こうは。それはいるだろう。観測するわ。めちゃくちゃ上打ってやる。いいよ、観測した。ん？あれ後ろの方に当たっちゃったね。今度上すぎんだな、あれじゃ。何をしてるんだ。あー、打ってきた。精度高いんだよ、それ。放射してきてるじゃないか。こんぐらいか。あれ行ったろ。ダメだね。いや、当たったろ、あれ。いや、だって健在、当たってない。ダメ、撃ってきてる。全然関係ないやつが撃ってきてんじゃないの、これ。関係ないやつということで、どういうことだよ。あの、あそこにいるやつじゃないやつがさ、俺、あれやったぜ、あそこに。違うところが撃たれてるんで。あの、柵の、ここの道の道から見ると、左側から撃たれてる気がするんだけど。大丈夫かい？撃たれなかった今。応戦しよう。どこ撃たれたかよくわかんない。よくわかんない。倒した。倒した。なんかこの、いや、なんか今民間人撃ったぞ。ん？民間人撃っちゃった。僕が民間人撃っちゃった。いんのかよ、そんな、こんなところに。民間人いる。でも、味方も、あの、敵も倒した。民間人と一緒に。怪我したみたいだな。怪我してるね。さ、なんか、カーソルっていうか、照準合わせると、怪我してるマーク出るわ。直して。治ってんじゃねえ、でも。治ってない。あ、治ってないね。ちょっと待ってくれ。あれ、出ねえな、これ。アイテムで出なかったっけ？メディキット持ってきてないんじゃないの？持ってきてないのか、もしかして。仕方がない。メディキット入れ忘れたかもしれないな、もしかして。あ、メディキット入れ忘れてるわ。回すんだよね。よし、じゃあ確認しに行こうだ。やったかどうか。敵はやったよ。あ、まだいるな。ほら、ここの人たち、一
人民間人混じってる。見てみ、ほら一人なんか帽子かぶってるおっさんいるね。民間人撃っちゃった。しかもポリスだ。地元のお巡りさん撃っちゃった。危ない。ヨスフランク見えねえよな。裏側かもしれないな。いねえな。力いくか。それもう弾、S マーの弾ないから捨てちゃうか。だ。しようかな。犬小屋だった。びっくりした。犬小屋にびっくりした。持ってきた。草むら移動してれば、あ、用は出ないわ。止まるとダメだけど。難しいなぁ。強引に行っちゃダメだな。どこに死んだんだ。塀のそばだよ。あ、死んだ。0-3-0-9-1-0 ゲームオーバーだ。のんびりしすぎだよ。あんなんダメだろ。それそうだ、取りに戻ってんだからさ。そういうゲームじゃないんだよ。それはダメだわ。あんなん、あれでいけるんだったらさ、リバーブしながら近越しできるよ。待ち構えればいいんじゃないとか言ってめちゃくちゃ言うし。無理だよ、そんなの。待ち構える結構待ち構えてもダメだったしな。でもなんか撃ってきてる方向分かったよ。巣箱に当たってたもん、いっぱい。ああ。鳩の巣箱みたいなのだつ。これスペースキーで飛ばしてもすごい時間待たせることになって、ゲームオーバーと同じに等しくなっちゃう。見て、リスポーンとこ、スペースキーを押してみたら分かると思うんだけど、どうなるか。うん、出ちまったぞ。じゃあリスポーンタイマー16分にやって、スペース押して飛んでちゃった。これチケット制にするやり方を勉強しようと思ってるんだけどね。3人までとかにしたいなと思ってるんだけど。ああ、ちょっとだいぶ簡単になるちょっと思うよね。はい、もっとやる。もういい、今日は。もう一回やろうぜ。もう一回やるかい。